ですよ。飲むにっす。ってことで、よし。よし。で、今日は一体何を？今日はね、ツイッター知ってる？ツイッターでも話題になってるの。ツイッター知ってますよ。なんツイッター知ってる？はい。ツイッター内でも話題になってるの。はい。会員の特典届かねえ問題。そんなになってんの？そう。大変だ。しかもね、ランクあるじゃない。はいはい。で、ランク高い人から優先で送りますよって、うんうん、いう話だったんだけど、はい、まだ届かない人いるって。そうなの？2月5日現在。これ本当はいつぐらいまで届くものなんですか？本当は1月19日発送予定みたいな話になったんだけど。あー、なるほど。なんせね、俺もいつだったかな、もう本当最近、うん、ここ1週間以内ぐらいにやっと届いた。大雪の影響なのかな。今年ね、いきなりすごかったもんね。いや、そうですよ。嵐、冬の嵐がすごかったんで。冬の嵐がね、言わない早々がすごかったんで。そっちの嵐じゃないんだけどね、まあ届いたならよかったですけど。ようやく届いたのよ。いやー、大変だった。で、毎回そうなんだけど、うん、いろんな特典の中からこれ選んでくださいよってなるじゃない。はいはいはい。自分選んだやつ紹介しちゃう。ヘブンのチャンネル登録よろしく。おはようございます。お願いしますよ。今回はこのなんだっけ、アニバーサリーユニフォームだっけ、はい、20周年の、はい、これのなんか無料配布クオリティのやつが届いたんで。無料配布クオリティ、ええ、うんうん、いいよ、無料配布クロリティ。クロリティね。無料配布クロマティいいよ。これクロマティも違うんだよな、球団がね。これ無料配布でしょ。あ、確かに通気性が良さそうな、うん、ね、軽い素材の、軽い素材の、もうフッてやったらうわーって飛んでっちゃいそうな本当スポーツやるにはうってつけの素材ですよ。そうですね。今年はね、エスコンだから、はい、応援も解禁になるから。いや、いいですね。ついに応援解禁、声出せちゃうんだ。そうだから、もうこんぐらいね、はい、通気性のいい軽い素材じゃないと、もう何年ぶり、4年ぶり、そんなぐらいですよ、ぐらいでしょ、はい、みんなもう酸欠になっちゃうから、ブランクあって、ブランクでね、ブランクで酸欠になっちゃうから、体力落ちちゃってるから。そう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 、うん、だからこんぐらいの素材じゃないと、あの、持たない、持たない逆にね。じゃあまずこっちから紹介しちゃう。そうしましょう。はい、そう、はい、さあ、これがですね、ファンフェスでも紹介されました。はい、まあ、今年でファイターズ北海道に移転20周年なんですよ。うんうん、うん、で、それを記念したユニフォームが登場しました。それがこちら。こちら、これは初代ユニフォームと現行のユニフォームだっけ、うん、それを掛け合わせたデザインになってるんで、はい、こっちは初代の、ほら、うん、ぽいぽい、初代の雰囲気あるでしょ。はいはい、こうやったら初代の。ほんとだね。ね、こっち来たら今の20周。おお、ね、20って書いてあるんだ。そう、はあ、20じゃないよ。いや、分かってるよ。なんで関係ない、これじゃないから。なんで関係ない人出てきちゃった。20だから。20ね。でロゴはこの、ほら、懐かしい、これ、この七芒星っていうの、なんだっけ、はいはいはい、これビャーッて、ね、そうそう、六芒星、七芒星っていうの、うん、星がね、これペーってなってる、これ懐かしいでしょ。懐かしいね、これ。で、これなんか最近のやつでしょ。うん、で、このアーチなんか初代のやつだからね。うん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 、うん、これ掛け合わせてます。で、この胸板、はい、さあ、背番号、はい、大丈夫、体勢どう。あ、いい感じです、いい感じです。あ、多分フォントがね、初代なんだよね。そうだ、確かに、うん、吉田18って。あー、なるほど、期待ですよ、吉田光成。いいですね。はい、ちなみに今回のこの特典のユニフォームはもう全部プリントです。そうですね、うん、だからね、まあ、逆に動きやすいんだよね。あ、刺繍の突っかかりがないからさ。なるほど、まあ、動きやすさ、軽さ、そうですね、まあ、その辺を重視してるのかな。うん、さすが、それはね、もう本当無料配布クオリティね。そうですね、いい感じですよ。うん、いい感じだ、バカにできないよ。バカにできないんだよ、うん、で、多分これはレプリカはまあ発売されるでしょうね。はい、え、ということで、さあ次、まだあるんですね。今回ね、俺がね、カタログでね、はい、商品何個かあるじゃん、うんうん、もう一瞬で決めた。あ、もうこれみたいな。そんなに悩むことなく、まご、はい、うことなく、はい、もう 0.1 秒で決めた。そんな早く決めたの。これはね、自分がね、結構こう、ホビー好き、ああ、そうですね、っていうのもあるんで、はい、それもね、刺さった理由なんですけど、それが、こちら。これは何ですか、これ。これは、さあ、今年、エスコンフィールド北海道が完成しまして、はい、まあ、移転するわけですけれども、うんうん、それの、フィギュア、まあ、模型ですね、エスコンの。これ、持ってる人いないんじゃない、そんなに。
そうだね、選ぶ人いたのかな。ツイッターだとちょいちょいいたっぽいんだけど、みんなほらジャケットとかさ、あと掛け時計、あ、そういうのがあるんだね。あとはなんかポイントみたいな、はい、選ぶ人がいるんだけど、見事に 0.1 秒、これちょっと中身気になりますね。でしょ、見せますよ。お願いします。ちょっとエスコンフィールド北海道レプリカだから、うんうん、これ何分の何かはちょっと分かんないんだけど、見て、普通さこういうおもちゃ関係って、うん、なんかあのブリスターって言ってさ、透明のプラスチックでこうやって挟んであったり、 あと発泡スチロールで梱包されたりしてるじゃない。見て、このなんかメルカリから送られてきたかのごとくのこのプチプチ梱包そうですね、えメルカリじゃないよね。メルカリではないね。違うよね、うん、はい、結構今回の動画失礼なことばっか言ってるよねちょっとね、今年はこういうこともネタに、まあ、率直にはね、意見をね、そう、愛情を持って、はい、我々風にネタにしておこうかなと思ってます。そうですね、はい、見てこれすごくない？わかるかな？ほら結構ね、リアルな、あれ、これすごくない？すごいでしょ。え、マザーとかどうなってんのこれ。プラスチック、プラスチック、プラスチックになってる。これでもさ、あのさ球場でね、札幌ドームでちょっと見たじゃん。うんうんうん、やっぱこれ持ってみると全然感覚違う。持ってみると違う。違う、なんかね、感動する、おもちゃ好きとしては。あ、なるほどなるほど、はい、ちょっと YouTube 風にね、やっぱピント合わせないといけないね、ちょっと、はい、見えてないんだよ、それ見えてない、逆逆、あ、こうか、逆逆、そう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 、ちょっと隠れちゃったちょっと持ってみて、意外と、あ、え、重さがある、すごいでしょ。ちゃんと重たいんだ。そう、地面が重たいの、これ地面が重たいと思う。ええー、土台が、そうなの、あー、なるほど、塗りも思ったよりちゃんとしてますね、うん、へえ。ほらこのね、 F のを始めた当初さ、はい、あれやったじゃないですか、海洋堂さんが出した札幌ドームのガチャ、やりましたね。あれも結構ね、でも成功っちゃすごい、やっぱ成功なんですけど、うん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 、これやっぱね、スケールがちょっと大きくなってる分、はい、やっぱ細かい部分まで作り込まれてますよね。そうですね、これちょっと気になるんですけど、はい、屋根ってそんなさ、模型だよ、そんなギミックあると思う？開くんです。開くの？開くの、開くの、これ本当にそうなのよ。え、開けていいよ。いいんですか？うん、ちょっと失礼します。あ、これいけるってこと、これ。そうそうそう、怖い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 強さ強さ強さ、いい、怖い怖い、いきますよ。はい、じゃあ芝を育てましょう。あ、デレレ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 レ、おお、中あるんじゃない？あるの、ほら、おお、ほら、え、すごっ。ちゃんとね、ここね、プラスチックなんやけど、透明で、わかるかな、タワーイレブンあるんだ。これ温泉施設でしょ、はいはいはい、はい、で、このセンター、これバックスクリーンのところ、これあのオリジナルのなんだっけ、ビール蒸留場っていうのを作るところ、うんうんうん、ちゃんとあるんだ。あるの。あ、これすごいな。すごいでしょ。ポールがね、ちゃんと立ってるの分かるかな、青いポールがね。で、ここにもスクリーンがあるでしょ。うわ、すごい。で、内野、あー、ちょっと分かりづらいかな、内野、内野スタンドね。どう、これすごいな。すごいでしょ。思ってたよりちゃんと作られてる。そう、すごい。私ね、感動しちゃったんだわ。ちょっと感動しますね、はい、でちょっと見えにくいんだけど説明するとね、今回ホームが一塁側になるから、こっちね。そうですね、のここ、ここにね、なんか奥歯に指突っ込んでるみたいになって、ここに応援団が入るんだ、ここに、そこにいるんだ、うん、ここの上の方にな、うん、なんかすげえ奥歯グリグリされてるんだ、ここから今回ね、内野側から応援が入るんだ、はい、はいはい、あ、そうそうね、指突っ込んじゃってるけど、こんな精巧な模型が手に入る、うん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 、ただで、裏もね、ちゃんと滑り止めがあるの。あ、だってな、だからこれちゃんとしてんだ、これ。そう、すごい、ほら、ちゃんと閉まる。あとホームからバックネットまでは、はい、多分精巧にね、3メートル足りない風になってるのかなそこは来年治るんでしょうね。治るのかな、それともまあルールが変わるのかな。ルール変わるでしょう。そんなこと言ったらさ、外野の広さ統一しろって話になっちゃうから。そうだ、そう、スタンドの高さ統一しろって話になっちゃうから。そうだそうだ、そんな面白くねえ球場にしてみろって。そうだ、大事なのはインフィールドだから。うんうん、うん、ね、その通り。
すごいでしょ。これすごいね、ちょっとね。まあ、ただね、まあ、ちょっとプチ情報なんですけど、はい、まあ、今の時点では本物のエスコンも試合をするときは閉めるみたいなんで、まだね、開けて試合する予定っていうのはないみたいです。ないんだ。はい、今のところね。へー、なんで開けるかって言ったら、これ芝育てるためだから、うん、あ、そういうことだ。ええ、こっからね、再興して日当てて、ここも開けて芝育てる、うんうん、ってことは、野球のない日に遊びに行ければ、ああいったエスコンが見れるかもしれない。かもしれないね。これがね、まあ、自分が仕入れた、とりあえず公式で仕入れた情報ではあるんで、はい、はい、そっからね、シーズン始まってどうなるかはまた変わるんでしょうけど。そうですよね。はい、で、本当はね、ここにもね、このここにも空洞があって、え、で、風を通す穴があるんです、ここ実は。そんなのある。そう、バックスクリーンの横に。本物には。本物には。はー。で、野球がやってない日はここを開放するっていう話も出てます。あ、そうなんだ。こっからね、すぐグラウンドに行けるっていう。へー、うん、話みたいですよ。え、めっちゃいいですね、それは。まあ、今年はさ、ほら、ようやくね、応援解禁になったし、うんうん、皆さん待ちに待ったグラウンド開放、うんうん、エスコンであるんじゃないですか。まあ、そんなイベントも楽しみにしつつ、はい、今回ね、ファンクラブ特典は僕はこれ、うんうん、すごいよ。いいっすね。やっぱりこっちにしとけばよかったなって思う人いるかもしれないけどさ、うんうん、まあ、こういう特典って結構後々そのポイントで交換する商品として出たりするんで。ああ、なるほど。期待はせずもちょっと楽しみにしとけば。そうですね、出てくるかもしれない。うん、まあ、よかったらね、私はこれ頼んでよかったとか、これ頼んで失敗したっていうのがあればね。そうだね、コメントとかで教えてほしい。教えてほしいですね。はい、ツイッター情報だったかな。うん、なんか掛け時計はすぐに狂ったっつってそう、時計だよね、うん、時計ってめったに狂わないけどね。そうなの。あ、そう。まあ、でも、あとはジャケットとか、はい、キャリーケース、うんうん、まあ、プラス何千円とか上乗せするともらえるやつもあるんだけど、はい、あれはね、すごく良さそうだったよ。良さそうだった、うん、実際いたらちょっと教えてほしいですね。そうだね。どういうもんかっていうのはね。まあ、春先だとさ、はい、ジャケット着てる人とかも会えるかもしれない。あー、いいですね。遠征なんか行ったらキャリー引いてる人いるかもしれない。そう、ちょっと楽しみに。あ、だって今年エスコンあるとは言ってもね、地方開催もやりますから。あ、そうなの。はい。お、旭川とかやるんですよ。やるんです。はい、やったー。地方開催あるんでね、引いてる人いるかもしれない、ね、いるかもしれないね。はい、そんなにね、一泊なのにそんなのいらないよと思うの。いや、もうみんな見せつけて欲しいですけどね。いや、一泊なのにそんなキャリーいらないでしょってなっちゃうけどねいやいや、まあまあまあ、そうですけど、観光楽しめばいいんじゃないですか。そうだよね。2、3泊してね。そんなもんね、はい、T シャツ1枚入れるのにキャリー使っちゃいけないなんて決まりないから。なんか、まあまあ、そう、ないから。ええー、ないから。ないから。自由ですよ、そこは。そう、はい、まあ、自由だから、そんな言い方しなくてもいいんじゃないかな。とりあえず僕はね、はい、エスコンにこのエスコンを持ってくよ。まあ、そうなの。エスコン、イン、エスコンしてやるよいや、まあまあ、ご自由なんですけど、はい、そこは。はい、こんなのディアゴスピーニとかの CM にしてみりゃさ、言わせてみればね、言っちゃってんだけど、うん、あの話題のエスコンフィールド北海道があなたの手にっていうね。いや、そう、嬉しそうだね。手の中にみたいなこと絶対言うでしょ初回で完成しちゃうでしょねこんなちっちゃいの作れねえよいや、これちょっといいかも。いいでしょ。うん、うん、これはね、一押し。はい。まあ、もう遅いけどまあ、今後ね、再販というかあれば。そうそうそう、ぜひぜひぜひ。これは本当おすすめの一品です。はい、はい。てなわけで、はい、今日はね、ファンクラブ特典紹介いたしました、うん、はい。まだね、届いてない人結構いるみたいなんで、早くね、届いて安心できればいいかなと思ってます。この動画が出ることでね、ね、届いてればいいですけど。いいですけどね。はい、はい、どうなることやら、うん、はい。ということで、はい、今日はこれにて、はい、明日ヒーローインタビューです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日の勝利はね、まあ、全員でもぎ取ったものですし、まあ、何よりファンの皆様